カナダ政府は、カナダにおける、カナダ憲法で規定され、連邦裁判所の判決及び、不文法にて規定される、連邦政府の権力と構造を持つ、立憲君主成果での政府である。エリザベス2世現在のカナダ王期カナダの国家元首は、カナダ国王であるエリザベス2世であり、行政権、立法権、司法権の源泉となっており、カナダ憲法で下記のように記載されている。 カナダにおける行政を取り行う政府と権力は国王に引き続き止まることをここに宣言するただしカナダにおける統治権は独占的に国王に留保されているわけではなく1689年の権利の焦点で決定されたイギリスの議員内閣制が後にカナダにも引き継がれているそれでもなお国王はカナダの国家元首とされる現在 国王が国外に居住していることもあり、現実には国王自身が行政権、立法権、司法権を直接的に行使することはなく、国王は権力を行使する代理人として総督を任命している。総督は首相の進言によって選出されるが、この進言はほぼ確実に聞き入れられるため形式的なものとなっている。総督には任期はなく、 陛下の王政のままに認じられているが、現実的には約5年ごとに新しい総督が任命されている。カナダ政府のロゴカナダ首相は現在ジャスティン・トルドーが務めている。首相はカナダ総督に任命される。ただし安定した政府の継続性を確保するため、首相は庶民員の信任を受けなくてはならない。実際には首相の座は、 庶民院で最多の議席数を確保した政党のリーダーにわたる。もし庶民院でどの政党も過半数を得られなかった場合は、最大議席を持つ政党か他の政党からの支持を取り付けた政党が少数与党政府を形成する。2004年当時のマーティン政権、並びに2006年からのハーパー政権のカナダでは少数与党政府で運営されている。首相は、 自ら辞任もしくは総督に罷免されない限り、内閣不信任決議か、総選挙で敗北するまで内閣を維持することができる。そのため、政権与党は選挙前に、少数の議席しか確保していなくても、政権継続の意思を持つものである。カナダの連邦政府では、連立政権を組むのは稀である。例外は1800年代中期のジョン・エイ・マクドナルドの自由党、 保守党連立政権以来、第一次大戦期のロバート・ボーデン連立政権のみで、ある。現在、カナダ政府には、以下の行政機関がある。各内省が所轄する省庁を中心に列記する。カナダ議会は国王及び二つの議員によって、構成される、立法府である。選挙によって選出された議員によって構成される、庶民員と首相によって任命される議員によって構成される。 元老院の二院制である。実際には行政権は下院での多数議席を確保する政党によって決定されることが多い。カナダは小選挙区制をとっており、1970年代以降一つの政党が多数を確保してきている。上院にも権力がないわけではない。通常政権与党が上院議員を任命することが多く、上院の影響は 長期政権の後に新党が台頭してきた時などに発揮される。憲法では追加で8名の上院議員を任命し、事態に対応する特別修正を許可している。カナダ最高裁判所がカナダにおける最高法廷である。最高裁判所は9名の判事がおり、判事や総督によって任命され、主席法官のもとで勤務する。ここでは各州や 準州の下級裁判所における判決や決定を審議する。カナダ憲法に記載されていないその他の既得権力は連邦政府に委ねられている。元々の意図はアメリカ合衆国の南北戦争のような分離主義を避けるためとされた。しかし1895年に数密院司法委員会では連邦政府が権力を発揮できるのは有事の際のみと規定された。 その結果、労働法や社会福祉のような政府の新機能は営業をきたアメリカ法の範疇となった。そのため多くの政策は各州に移譲されたため、現在のカナダでは地方分権の進んだ連邦主義となっている。ケベックを併合したためさらに地方分権は進んだ。各州はカナダ連邦政府の代表として副総督を設置しており、また、 各州の首相や内閣が副総督に進言、州議会に提案する制度となっている。州政府は議会制度の下で、連邦政府同様の制度で運営されている。副総督は首相の進言に基づき総督が任命する。カナダ英語では、ガバメントという言葉は国を統治する、機関全体のこととすると、現在の政治的なリーダーシップとするのに通りに、使用される。 例えば、カナダ人は国家公務員のことをガバメントエンプロイーというが、ステートエンプロイーということはない。また、ハーパー政権について言及する際は、ハーパーガバメントと言い,い、ハーパーアドミニストレーションとは言わない。カナダは連邦なので、政府と呼ぶと連邦、州自治体のどれを指すとも限らない。原住民はヨーロッパ人が来る前に法治機構を持っていたので、 原住民の政府を指すこともあり得る。この記事では政府はカナダ連邦国家の構造を示すものとする。ありがとうございます。